各々の、まあ、なんとなく癖とかイメージがなんとなく見えたんで、ここからちょっと基本的な練習をやっていって、まあ、ドリルみたいな感じで、まずは7時から5時ぐらいで振り幅で打ちます。7時から5時で、今度ハーフスイングっていって、まあ、この辺から9時3時ぐらいそう飛ぶんで、徐々にボールが今度3クォーターだとわー飛ぶまで行ってすごいで、フルスイングとかが飛ぶとあすごいこんな感じで、あの、まあ振り幅によって距離が変わるよ。まずはボールにしっかりとポンって当てれるっていう方をやります。で今こうさりげなく打ってるんですけど、多分視聴者で上手い人は今のプロダフってるんだよなっていうのを多分分かる人には分かる。やっぱダフってますよね。都合再生しないよ。じゃあ打席に入ってもらって、まずは一番ちっちゃいスイングちょっとやってみましょう。取れてます。全然気持ちよくない。ナイスね。いいですね。これなんで。褒められました。ちょこっとぐらい。うん。おお。気持ちいいですね。今よかった。うん。今のが割とこう芯だよって言って、うん、飛ばすところに当たってよっていう感じで、ただ思ったより左だったりとか、うん、さっき自分が打った時とかに比べてよくちょっと飛びすぎて、うん、50ヤードぐらいまで打ったので、もう少し振り幅をちっちゃくちょんって当てるぐらいで OK なので、ただ上に、ね、あでもスイングの速さ的にはそれぐらいで全然 OK。 さっきみたいにこう当てようって意識すると結構ブレやすい傾向があるんで、こう軌道っていってクラブが通る道ができるだけ常に同じ場所を取る、ここでグッて力を入れたい。で今これからちょっと皆さんにアドバイスするんですけど、じゃあクラブ皆さんこの面で打つって言ったんですけど、これこの辺が一番当たったり、まあ、線がいっぱいあると思うんですけど、何本目とかありますか？下から下から 4、7ぐらい。7何本目ぐらい？4ぐらい。そうですね、まあ大体もう4とか。おー当たった。5ぐらい。じゃあだいぶ上で打つ。まあ、7だとね、ちょっと上すぎるんですけど、こうやって合わせたときに、まあ、さっき言ったように4本目っていうとちょっと真ん中寄りじゃないですか、うん、真ん中寄りなんでボールを下から戻っていくじゃないですけど、使わないと当たらないんで下をくぐるじゃないですか、行かないといけないんで、じゃあクラブをこうやってピタッと合わせたときに、なんかここの面が増えるの分かります、はい、ちょっとじゃあ合わせてもらって、まあ、ここにこう触れてるの分かりますか？で、これが例えば手前が触れてなかったりとか、逆にそう、先端が触れてなかったりするとこう綺麗に当たる。これがまっすぐ向いていて、まっすぐ全部触れてるとこう降りてきた時に滑りやすいんです。おー、これがちょっと浮いたりするとどうって詰まったりする。この面をマットにそう、上からぶつけるぐらい。なるほど。当たるようになってきましたね、うん、確実に。そうだね、当たるようになってきたね。もう少し絡めると降りていけるみたいに。うまい。できてます。好みセンスうまいですね。嬉しい。ちょっとじゃあ素振りしましょうか。もう一回この辺が当たるように。こんな感じでマットをまず当たるよ、はい、
うまい。オッケーオッケーオッケー。ナイス。急にできるようになった。じゃあ今度ハーフスイング。腰から腰。なんで今のスイングの倍ぐらい。振り幅で。次は腰から腰です。うまい。おお。ナイショ。さっきが多分皆さん20ヤードぐらい飛んでたので、目標は40ヤードぐらいまで。いいじゃん。おお。50。右50。いいじゃん、打撃系。打撃系ゴルファー。しか。うまい。打撃系いいじゃん。打撃系いけてますね。すごい音鳴る。急にゴリラみたいになってきてるよ。やばい。言ってるやばい。届いてない。なんでだ。擦れてない。地面殴ってますもん、ね。殴ってる。じゃあゴンゴンの呪い受けたからもうこっち。ダブルゴンゴン。ゴンゴンの呪い受けてるから。ゴン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 言ってる。なんでゴンってなっちゃうんですか。ボールの上叩いているだけです、はい、あ、ボールの上叩いてるんだマジなるほど。おお、うまい。おお、よかった下に今3人とも割といい感じです、うん。じゃあ今度は3クォーターまで行くんで、腰よりも高い位置にこのクラブヘッドを上げなきゃいけないんですよ。ちょっとじゃあ上まで上げるのをゆっくり上げてもらって、上までどうやって上げるか。はい、あ、いいですね。まさにまさにこんな感じです。これで、まあ、体が柔らかいんで当たったんですけど、あのこんな無理して肩がキュッてなって上げる必要はないです。はい、腰ぐらいの位置まで来たら、手首をコックって言って、これ手首曲げます。曲げて上まで行くと、まあ、勝手にもう結構ゴルフっぽくそこまで上がります。綺麗に説明していくと、まあ、最初のアドレスの構えから構えてもらって、はい、これはクォーター。で、ハーフ。で、ここからコックしていって、でこうちょっと肘伸ばす。こっちが伸びて今こっち曲がってるんですけど、はい、この方が綺麗なんですよ。例えばじゃあこれちょっと曲げてみましょう。どうですか、なんか担いでるみたいな。じゃあちょっと伸ばしましょう、はい、伸ばした方がこの辺まで綺麗に。で、じゃあ下ろしていきます。ボール落ちました。さっきのクォーターのフォロースルーで、ハーフのフォロースルーで、今こう見ると勝手にこっちが伸びて、今度こっちが曲がってるんですけど、さっきと反転したんですよ、体に。で、この辺が3クォーターのフィニッシュグラブになります。で、そのコックが入ることによって急にゴルフ難しいってなる人もいるんですね。なんで、まあ、ここで壁に打ち当たって全然気にしないです。スイングが大きくなると今度体を使い始めます。さっきまでは体をそんな使わなくても肩とか手だけでも打てたんですけど、もうコックして肩も上げるともう体全体を使っていかないとボール飛ばせないんですけど、じゃあ体をどうやって使っていくか。ダウンスイングって今クラブを下ろしてくる時に、今体重トップにいた時に右と左どっちに体重が持ってますか。右に。お二人が乗るってことは右に乗ると思うんですけど、で右から今度はボールを打ちに行ったときはまあ真ん中になって、でボールを打った後この左に乗っていかなきゃいけないですね。でこの時になんか右足くっついてる、でこれを剥がさなきゃいけないんですね。こうやって
あ、みんなやってますよね。そう、多分上手な人とかこういう人は剥がれるんですけど、これ剥がすタイミングが多分分かんないです。分かんないです。勝手に剥がれていくんですよ。でも勝手に剥がれていくって言ったら離れない人もいるんで、このまま体がスウェイするって言うんですけど、右から左にこうやって動いちゃう人が多いんですよ。ゴルフはこう動いちゃうとヒットミスって当たりが悪くなっちゃうんで、できるだけその場でこう捻転した方がボールに力も伝わるし、そう、同じような再現性の高いスイングになるので、こうバックスイングで見上げた時に、はい、右の骨盤を左足のつま先上げて、左足のつま先に右の骨盤を乗せる感じでいきますか。骨盤を、そうそうそう、そうすると右足勝手に足剥がれるっていう。そう、あ、このまま。そうすると自然に右足が剥がれてる。で、だんだん連れてると勢いでぐるっと簡単にベルトされる。で、その動きを取り入れながらスリークォーターいきます。わかりました。お、カメラが仲間がこういう感じだって剥がれてる。足を集中したらちょっともうきついな。難しいね。危ない。だいたいスリークォーターぐらいからこう難しくて、最後はまあ、ゴルフでね、やっぱ難しいっていう風になっちゃう。悔しい。いいね。あ、かわいい。みんなミスってて。急にみんな辛そう。言葉数が減りましたね。真剣になったのか。腕が分かんないです。こうだったらできたのが、こっから腕をどうやったらいいか分かんなくて、なんか服に入ってる。なるほど。じゃあここはもう全員に説明しますね、はい、じゃあちょっと注目です。注目です、今の質問があったんですけど、この腕も上げていく時の腕の形、さっき下げられてもなんかこっちが伸びてこっちが縮んでるよとかいろいろ言って、で今度こっちで反転しますよみたいな。頭で考えたら難しいんですよね、はい、でこの斜めの動きだったらより難しくなるんですよね。最初やったあの剣道の形覚えてます？はい、剣道の形から横にクラブを横に持ってきますか。そうそうそう、この時左が伸びて、なんか右が脇締まる。この状態で、はい、またこの正面に移動します。で、反対、そう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 、まあ、左が上がって右が伸びてる。もう一回戻します。それだと今、もう出てます。剣道この状態、もう一回、はい、右正面、はい、左、はい、じゃあそのままもう一回戻して、はい、受けてます、右、はい、正面、左、はい、じゃあちょっとそのまま流れてこうやって、はい、なんとなくいい。この状態でさっきの前傾なので、はい、前傾して、はい、それが上げていくときにフォークの仕上げです。今この辺から斜めの状態からこうやってどうすればいいんだろう、こっちかなこっちかなってやってたと思うんですけど、この状態っていうのはこうやって上がった状態をもう前傾した時にこの形から始まってくると思う。うん、なんとなく分かります。はい、おお、下手したら自分より綺麗かもしれない。本当ですか？めっちゃ綺麗だった。めちゃくちゃ綺麗。こうやってやったらなんかちょっと分かりました。うん、できてた。これで。おお。綺麗綺麗。ちょっと飛ぶようになった。なんか
足が回らないんですよ。足が回らない全然回らないです。足は腰のこの切り返しのやり方なんですけど、例えば、まあ、よくあるのはこう壁とかにこれでちょっとお尻が当たるか当たらないかぐらいにして、でこうバックスイングで後ろに切るときに右のお尻が壁にぶつかるんですよ。でぶつかったら今度左のお尻をこっちの壁にポンって、へえ。くっついててもいいんですか、足、右足。最初はいいですよ。そう、腰がどういう風に曲がるかな。例えばこれが腰がただ横にこういう風にスウェーする、横に体重移動した時は多分お尻が当たらないんですよ、うん、その場でこうやって捻転しようとすればお尻が取れる。そう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 、で私どっち動いてますか？いや今割と捻転します、その場で回ってるんで。でここから今のこの体の動かし方を覚えた状態でちょっと座席行ってトップまで腰回して、そうグーそうそうそう、で下ろす、はい、ストップ、この状態で、はい、あ、くっついてる。じゃあ一回剥がしてみましょう。剥がして、そうするとどこまで動くか、ここ今剥がす、じゃあ上げるタイミング、自分の中でこうくっついてたらもう苦しいじゃないですか、うん、苦しい、なんかもう横の中あたりが、うん、で、それを解放したり、うん、なるほどね。あ、いいですね、剥がれた、いい感じ、いい感じ、おお、いい感じ、いい感じ。まあ、当たりはあれですけど、スイングは80点ぐらいです。この剥がれ以外はめちゃくちゃ良かった。うん、多分腰の切り返しだったら結構上手な方です。多分、まあ、動画、ね、見たら分かると思うんですけど、結構別人ぐらい腰回ってるんですけど、おお、ナイスショー。おお、うん、すごいな。スリークォーターフルスイング畳んでるんですよ、はい、ということはいかにやっぱり一番最初に言ったらこっちのゾーンが大事、うん、アプローチがいかに大事かということで、今からアプローチ勝負します。はい、これからアプローチ対決ということで練習しております。チョロってやるやつ、そう、一番最初のやつ、強い、余裕の強さ、そうだね、高いっすね、確かに高いっすね、強いかな。あー、でもいい感じ、いい感じ、距離、おー、ナイス。じゃあ、やりましょう。じゃあ、ルールなんですけど、まあ、この決められた人出すから皆さんに言うと思います。ターゲット、まあ、その目の前のグリーン、なんか真ん中にちっちゃい、はい、ちっちゃい、小分みたいな、あそこ一番近かった人が勝ち、はい、で、練習2球、ただその2球は乗ってもどうかです、ね、最後3球目に打ったボールが本球なんで、それで勝負なので、逆に1球目、2球目失敗しても最後が近ければ、逆に1球目、2球目乗っても最後がなくなったら負けです。最後だよ、私ということで、じゃあちょっと順番に、はい、意気込みをお願いします。意気込みですか？私が一番理解大丈夫かな今。今いいか、なるほど、分かります。うまい、流れ来てる、流れ来てる。さあ、本番です。本番ですよ、本番です。どうだ、
そうか。お強いわ。まれ。まれ。バイバーイ。当たりは良かったですけどね。うん。うん、強かった。意気込みをガブちゃん。え、頑張ります。もうそれどころじゃなくなってる。まあ、まず名刺なんだ。逆に。練習してたから。わー、動きました。もういいよ。お、じゃあ、本番。うまい。うまい。全部遠距離。ラストなんで、ポンコツパワーで頑張りたいと思います。ポンコツ、ポンコツ行け、ポンコツ。まあ、ナブちゃんに勝てるかなって思います。そう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 、よし。あいつ見えなかったの、私嫌だよ。うまい、うまい、普通うまい。いいね。一番今の雰囲気ある、雰囲気あるよ。このまま一緒に。なし。なし。あ、ラスト。うまい。うまい。お、いい羽根。お、近い。すごい。ナイス。優勝です。優勝です。優勝です。ありがとうございます。何の勝負？メインだけですか。こんな感じでちょっとアプローチ勝負なんですけど、まあ見事優勝。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。感想をお願いします。ガブちゃんから。はい、楽しかったです。多分これはハマると思います。最初やっぱ打てないとなんですけど。どんどん打てるようになるから楽しくて楽しくて、もう一球もう一球ってなってくるところがちょっと今回すごい嬉しかった。次は絶対に勝ちたい。次は罰ゲームかなんか決めましょうか。はい、そうですね。最初握るやつからちょっとよく分からなくて戻ったんですけど、ちょっと打てるようになるとやっぱ嬉しくて、最後1位になれたんでとてもハッピーです。今日はありがとうございました。林くんどうでしたか？そうですね、まあ、いろんな生徒さんを見させていただいて、まあ、もちろん女性も見させていただいてるんですけど、まあ、いや結構センスあるなって感じはしましたね。本当に、まあ、自分とか始めた頃は1ヶ月間ずっと空振りしまくってたので、それに比べて当たったりとかね、なんか60ヤード飛んでたりとか、まあ、アプローチももうワンピンついたりとか、でスイングも急に、ね、腰が切れなくて足が回らないって言ったのが、ちょっと意識変えただけですぐに綺麗なスイングができたりとか、素質があるなっていう感じなので、まあ、皆さんが伸びるかどうかは自分次第なのかなっていうのがあるんですけど、ちょっと自分にもプレッシャーがあります。で、もちろん最後の、ね、勝負あったんですけど、ちょっと自分もちょっと次参戦できれば、ね、ちょっと勝負してもらってプロも、まあ、個人戦でもいいし3対1でもいいし、ちょっと盛り上がってみたいな。よろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。また2週間、あ、1週間後、2週間後にレッスンがありますので、皆さんおのおので練習をしてきて、多分やんないと忘れちゃうと思うんでね。忘れちゃうな。こそれ、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 こそれね、こそれ、こそれして、はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。